今朝、伊丹市の県道で80代の男性が普通貨物自動車にはねられました。男性は意識不明の重体です。今日午前6時過ぎ、伊丹市南町の県道で近くに住む86歳の男性が道路を歩いて横断していたところ、西に向かって走っていた普通貨物自動車にはねられました。男性は病院に搬送されましたが、頭を打つなどして意識不明の重体です。警察によりますと、男性は現場近くのコンビニエンスストアから出てきて、そのまま横断歩道のない場所で道路を横断しようとしたとみられています。普通貨物自動車を運転していた男性は、信号に注視していたら急に目の前に出てきたと話しているということです。